キムミニは韓国の女優、モデル。キムミニは中学時代にモデル活動を始め、すぐに10代向け雑誌の表紙を飾るようになった。彼女のユニークな顔の特徴と創句のおかげで、彼女は1999年にテレビドラマ、学校にに抜擢され、スターダムにのし上がった。彼女はテレビドラマや映画に登場する20歳前後で人気のある若いスターになった。しかし、 演技能力の低さから否定的な評価を受けた。批評家や視聴者はファッションアイコンや俳優イジョンジェの恋人として有名な魅力的だが空っぽな女優と別視した。2006年にはテレビシリーズグッバイソロの台本を読んだ後、キムは私は彼女を演じるために何かをする準備ができていると思い、チェミリ役を熱望した。彼女は著名な脚本家のヒギョンギ自身を 配役するように頼んだが、のは5度も断った。しかし、キムは諦めず、結局彼女の隠された可能性を目の当たりにしたのを納得させた。キムは出演にあたって、基本的な声楽の呼吸の練習を含む厳格な演技訓練を受けた。彼女は他の誰よりも早く脚本を手に入れ、毎日役柄と練習を分析し続けた。ドラマ自体の評価は低かったが、 彼女の演技は高い評価を受け、彼女の俳優人生を変えるきっかけとなった。2008年、お熱いのがお好きで映画界での経歴を再開。3人の女性の生き方と愛の探求を描写したコメディ映画であり、キムは不安定なキャリアとミュージシャンのボーイフレンドとの不安定な恋愛に苦しむ20代の売れっ子脚本家を演じた。批評家は、 彼女の魅力的なパフォーマンスを称賛し、あと200総芸術大賞と風山映画批評歌賞の最優秀女優賞を受賞した。2009年、イ・ジェイオン監督による即興モキュメンタリー映画、女優たちに出演。彼女は劇中、雑誌、ボーグコリアの写真撮影中に、スタッフが彼女より肉感的な女優、キム・オク・ビンと比較して魅力的な、 痩せた女性は男性には見つからないと発言したことに、狼狽する。2011年に、陰謀映画、裏切りの陰謀に出演。2012年、宮部みゆきのミステリー小説、歌者を原作とする映画、歌者、ヘルプレスに出演し、演技の幅をさらに広げた。彼女は、ぴょン四次監督に絶対的な信頼を置いており、モニターチェックを一切しなかったと語った。キムは、 謎の失踪者役を講演し、いくつかの映画賞で候補になり、カマヒ映画賞最優秀女優賞を受賞した。2012年末、俳優イビオンホンの BH エンターテインメントとの契約が終了後、友人婚巨人が所属するマネジメントソープと契約した。2013年、キムは映画恋愛の温度の演技で、再び賞賛を浴びた。映画は、 典型的なロマンティック、コメディとは違い、3年間交際した後破局したカップルによる現実的な物語である。この演技で第49回百奏芸術大賞で最優秀女優賞を受賞。受賞式では画面上で若いキャラクターを育てるのを手伝った恋人役、イミンリト監督の名読にシャイを示した。2014年、アクションのワール、泣く男に出演し、 ヒットマンの標的になる悲劇的な女性を演じた。2015年、批評家から高い評価を受けた、ホンサンス監督映画、正しい日間違えた日に出演し、普山映画批評家賞で最優秀女優賞を受賞。2016年、サラ・ウォーターズの小説、K の城を原作とするパクチャヌク監督映画、お嬢さんに主演し、国際的に評価された。パクは彼女は、現時点で、 最も絶望されている女優の一人と呼んだ。2017年、映画、夜の浜辺で一人の演技で、ベルリン国際映画祭、銀マ賞を受賞した、最初の韓国人女優となった。キムミニとホンサンスは、記者会見で、不倫関係を認めた。キムは、2003年から2006年にかけて、俳優イジョンジェ、2008年から2010年にかけて、モデルで俳優のイスヒョク、 2013年から2014年にかけて俳優チョインソンと交際。2016年6月、キムは2015年に俳優として出演した映画、正しい日間違えた日の監督本サンスと不倫関係にあると報じられた。2017年4月、本監督による主演映画、夜の浜辺で一人のマスコミ向け試写会及び記者懇親会を通じて不倫関係を認めた。 ありがとうございます。